青山清香は日本の女子陸上競技選手。専門は短距離走。300メートルの日本記録保持者。主に200メートルと400メートルが専門。松江市立第一中学校から島根県立松江商業高等学校に進学し、高校生になってから200メートルで頭角を表した。高校1年生ながら高校総体で5位に入り、国体では優勝した。 翌年からは400メートルでも記録を伸ばし、高校総体で4位、国体で3位に入った。2014年、中国高校選手権で100メートル、200メートル、400メートルの3冠を達成した。日本選手権に初出場し、200メートルでは9位、400メートルでは惜しくも2位だったものの、アジア大会の代表に選出された。 高校総体では200メートルと400メートルの2冠を達成している。アジア大会では400メートルの予選で自己新、日本歴代4位となる52秒99を記録し、決勝に進出した。2015年4月、大阪成形大学に進学した。8月、世界陸上2600メートルアールの1層で出場し、予選敗退ながら、 日本新記録となる3分28秒91をマークした。9月、日本インカレでは1年生ながら200メートル、400メートル、1600メートルあるの三冠を達成した。10月、国体の青年女子400メートルで優勝した。同月、日本ジュニアユースの200メートルで、自己新、大会新、ジュニア、日本歴代4位となる12秒68で、 優勝した。2016年6月、日本選手権の400メートルで優勝した。9月、日本インカレでは200メートル、400メートル、400メートルアール、1600メートルアールの4冠を達成した。ありがとうございます。